ビクター・アキリアンはアメリカ合衆国の元俳優である。彼は1950年代に映画会社の重役たちによってハリウッドブラックリストの一員に挙げられた人物だった。ニュージャージー州生まれ、18歳の時ボードビルの一座に加わってその経歴をスタートさせた。1920年代の半ばにはブロードウェイで演劇に出演し、1920年代が終わる頃には 映画会入りを果たした。その後、約20年間、彼は性格俳優として、映画、トム・ソーヤーの冒険の保安官役のような脇役や、早役を多く演じて、成功を収めた。キリアンがしばしば演じたのは悪役であり、1942年の映画撮影で、ジョン・ウェインと乱闘シームを演じている時に、彼は目に重傷を負い、片目を失うことを余儀なくされた。 1950年代、赤狩りの時期に、キリアンは、彼の政治的信条により、ハリウッドブラックリストに挙げられ、映画への出演ができなくなったため、舞台に復帰して、生活の糧を得ていた。赤狩りの終演後、キリアンは、テレビドラマシリーズへのゲスト出演を始めた。テレビドラマでの、最もよく知られた役柄は、ドラマ、メアリー・ハートマン、メアリー・ハートマンのラーキンをソフちゃんである。 死生活において、キリアンは46年にわたって、デイジー・ジョンソンと連れ添ったが、その結婚生活は1961年のデイジーの死によって終わった。キリアンは、ハリウッドのアパートメントで単身で暮らしていたが、1979年、88歳の時に強盗の被害に遭い、殴打されたことが原因で死亡した。キリアンは、ロサンゼルスのウェストウッド。 メモリアルパークに埋葬された。ありがとうございます。